今回は時空を超えたルフィが、ロジャーの船に落ちた世界線を楽しむ、ネットの反応を紹介します。それではどうぞ。ガープに風船で飛ばされたルフィが、なんか時空を超えてロジャーの船に落ちました。本当になんでだよ。なお当たり前のごとくシャンバギルフィのトリオとなることとする。シャンクスとバギーに弟扱いされて、モモの助と日和のお兄ちゃんしているルフィですか？何それ素敵。おい坊主お前どこから来た？親はどこだ？じいちゃんに強い海兵になれって風船にくくりつけられたんだ。うわーん。おいおいお前のじいちゃんは悪魔か何かかよ。てかその麦わら帽子俺がシャンクスにあげたやつにそっくりだな。誰にもらったんだ？シャンクス。驚き顔でシャンクスをバッと見るロジャー。知らん知らん知らん、と大慌てで首を横に振るシャンクス。風船にくくりつけられて飛ばされたと聞いて爆笑するロジャー。以降ガープにドン引きする海賊王のクルー。風船ってすげえんだなぁ。じいちゃんの特徴聞いて、なんかガープっぽいなぁと思うロジャーたち。いや、まあさすがに違うだろ。あいつまだ孫とかいないだろ。だよな、他人の空にだろ。でもよ、風船にくくりつけて飛ばすとか、あいつやるかやらないかで言えばやるだろ。それはまあやるな。間違いなくやるな。ありえねえだろう。風船の性質上。ニカは解放の戦士だ。時空からだって解放してくれるんだ。何それ知らんふ。俺どうやって帰ればいい？また風船つけて飛べばいいか？風船に期待しすぎでは？いいか坊主、風船はそんな万能じゃない。案外できそうだしやってみようぜ。お前は黙っとけ。時空も超えるとかワンピ界の風船って怖いんだな。空島とかも支えられるしな。行こうと思えばガツまで行けるしな。でも元の時空に帰るときは、本当に風船に乗って帰るんだろうな。これ記憶とか記録とかどうなってんだルフィ。この後レイリーさんとクロッカスさんと、頭おでんに会う予定あるんだぞ。元の時空でレイリーと再会した時の反応想像すると楽しいな。夢とか妖精の類じゃなかったのか。シャンクスやバギーとの出会いも想像すると面白いな。シャンクスは何気なく立ち寄った田舎町で、かつての弟分に出会うけど、向こうは自分のこと知らないし麦わら帽子も持ってないから。ああ、こいつはこれから出会うのか？ってなって原作より可愛がるし、本当は船に乗せたいけど乗せたら風船で飛んで自分と会えなくなるだろうから、乗せれなくってウギギってなりつつ帽子を託すだろうし、バギーと香りに入れたシーンで、あれ、こいつどっかで？オーバギー、久しぶりだな？わ？ルフィ？ってなって周りに、知り合いなの。ってびっくりされそう。でルフィがうっかり、ロジャーのおっさんの船であった、とか言っちゃってバギーの経歴バレがめっちゃ早まる。シャボンディ諸島のヒューマンショップで再会して、いや驚いた、シャンクスから聞いてはいたが、本当に妖精の類ではなかったんだな。ん？おっさん、誰？あ、もしかしてレイリー。レイリーか。ふふ、随分と久しぶりだなルフィ、あの時の小さな小僧が大きくなった。麦わら帽子が似合うようになったじゃないか。とか会話しててほしい。まあルフィは妖精みたいなもんだし何も間違ってないな。偉大なる航路だったらどっか上空に、過去につながるワープゾーンとかマジでありそうなのが。寂しい子供時代を面白い大人たちに囲まれるルフィ、よかったな。多分白ひげとかとも合うよな。グラララら、なんだろじゃあ、また新しいチビを船に乗せたのか？おう、こいつはな、風船に乗って未来からやってきたガープの孫だ。おいこいつ航海中に頭でも強打したか？気持ちはわかるんだが残念ながら嘘じゃないんだ。うわぁ、おっちゃんでけえなぁ。手配書見せびらかしに行ったら白ひげに、妖精じゃなかったのか？って言われて宇宙猫になるエースはいるし、頂上戦争で白ひげに久しぶりだな、ってルフィは挨拶する。なんならシャーロット家の上の方とも顔見知りになってたりしない？レイリーから妖精扱いされてるの面白いな。
ロジャー時代からいた白ひげ海賊団に。うわ、あの時の、実在してた。本当にいたんだ、妖精かと。え、あのチビ妖精じゃなかったの？って口々に言われ、弟が妖精扱いされてることに宇宙を背負うエースか。ルフィはどうやって元の世界に戻ったんだこれ、まさか風船で。そりゃ風船で時空越えてきたなら風船で時空越えて帰るよ。時をかける風船。多分このルフィハモックタウンで普通に黒ひげと会話する。白ひげ海賊団のルフィの共通認識が妖精的なあれだったら、黒ひげもルフィを妖精だと思ってんのかな。ぜはははは、よく見たら、あの時の妖精小僧かてめえ、生きてやがったのか。あ、暗示の寝ないやつ。こうなったらもう4校コンプリートしてほしい、マムともカイドウとも会おうぜ。でカイドウやリンリンとの顔合わせ時も、周りからびっくりされると。この先のウォータセブンにいる麦わらのルフィをぶち殺して、政府への手土産にする。ルフィ？なんだと？知ってるのか？つくづくの話にできねえな、そいつは俺の弟だ。あの妖精がお前の弟。そして当然俺も。ってお前もあいつのこと妖精扱いしてんのか、なんなんだよ。今を生きる伝説の海賊たちの間で妖精と呼ばれるゴム人間、割と好きな概念だ。それも下世界政府上層部まで情報言ったらルフィというより、妖精、精霊か下にかだと思われるかもしれん。確かにわしの孫は妖精のように可愛いが、と広報腕組ソフメン、本物、するガープ、それはそれとして風船にくくりつけてそらし放つ。俺は海賊王になるんだ。へえ、そりゃあよい、じゃあ俺と競争だな。この世界のバギー、酔っ払って。畜生ルフィのやつ、オーロジャクソン号に流れてきた時に、散々弟分として可愛がってやったのによ、恩をあだで返しやがって。とか言って周りに頭心配されたことありそう。流れ着いた時期によっては、桃に、久しぶりだなぁ、して話がめちゃくちゃ早くなる。ルフィの事情知ってなかったら桃、なんでそんなに若々しいのって寝る顔になってそう。ロジャーが船を降りるとき、お前ら、いつかあのチビに会ったら言っといてくれ、競争は、俺の勝ちだってなぁ、ってクルーたちに笑って言ってほしい。それでルフィが海賊王になったときに、俺の方が若いときに海賊王になったから俺の勝ちだって、ロジャーの墓前で言ってほしい。ローグタウンの弾頭台で、これが、ロジャーのおっさんが最後に見た景色か、ってつぶやくルフィか。この時のバギーの心境どないなっとんねん。この世界線だと最初は二人でわちゃわちゃして海軍からは、海賊同士の小競り合い、とか思われてたのに、そのうちしんみりしつつ二人で座り込んでしんみりし始めて、バギーの船員含めて、あれ？ってなるよ。そこから降ってくる雷でバギーは焦げてルフィはピンピンしてる。レイリーさんに会ったうんぬんの内容も微妙に変わってそうだな。おめえ、レイリーさんに会ったのか？うん、妖精じゃなかったのかって言われた。ああ。って会話をされてみんなして宇宙を背負うインペルダウン脱出組。エースと会った時に急にルフィの兄貴面するシャンクスとバギーに、宇宙を背負うエース。ルフィの兄貴、じゃあ俺の弟だな、って秒で可愛がってくる先輩海賊にポカーンってなるエース。これ二人とも頂上戦争の時やる気満々になるなこれ。おでんの公開日誌にルフィの名前が出てきて、宇宙猫になるヤマトとエースが見える。名前だけ出てきた後は同盟の誰か、ルフィの名前のきっかけになったタイプの誰か、って想像するけど、風船つけられて飛んできた黒髪の子供って文を見て、うちの弟だ、ってエースがつぶやくやつか。頭抱えて、弟だってつぶやいてるエースが見える見える。風船にくくりつけられて飛ばされるだけでも面白すぎるのに、そこから波乱万丈の大冒険とか面白すぎるのよ。思い出したよ。ロジャーのおっさんが言ってた、覇王色もまとえるんだろ？ってカイドウ戦でなるルフィさんですか？行く先々で伝説級の海賊と知り合いっぽい発言をする船長に、
お前まだなんか隠してるだろキリキリハケ。て詰め寄るナミさん、ウソップさん、字あたりが見える。ストロングワールドで式の漫才ネタになってそう。麦わらのルフィね、あれこいつ、ロジャーの船にいたガキじゃね。どう見ても年齢が若すぎ。あ、おっさん、そのだわ、ロジャーのおっさんにぶっ飛ばされた時のやつだろ。いやー懐かしいな。って、本当にいたのかよ。はい。同じようなことが何回もあったら麦わらの一味も慣れて、ルフィの知り合いか。じゃああの人も海賊王の関係者なのね、って話してそう。海賊王の関係者じゃねえ、俺はルフィとサボの兄弟で白ひげの息子で、ダダンに育ててもらった男だ。あと、ついでにガープの孫だ。風船にくくりつけて飛ばされて未来からやってきたガープの孫、パンチがありすぎて忘れられないエピソードだろ。ロジャーは腹抱えて笑ってそう。てか、ルフィの存在もあったから、エースとルージュのことをガープに任せたとか？風船で飛ばすのを止めようとしないあたりが、まさにロジャーって感じ。なるほど、その手があったか、考えもせんかったわ。やっべ、すまんルフィ。ってなって率先して飛ばしに行った可能性。お前に主要として風船にくくりつけられて飛ばされた、お前の孫と会ったことがあるって話をされて、何言ってんだこいつ、じゃなくて、その手があったか、ってなるのマジガープ。ああ無事に帰ってこれるのが保証されたと思ったから、主要に風船が加わったのか、納得。このルフィって元ロジャー海賊団って肩書きつくのか、妖精枠でスルーか。妖精枠の方が面白いな、写真撮ろうとしても、なぜかうまい具合に映らなかったとかで。もはやホラー。そういやジジイが言ってたんだが、船乗りの間には妖精の伝説ってのがあるらしい。大事にしてきた船に宿って船内を駆け回るのが5つ、もう5つは風船で空を飛ぶ黒髪のガキなんだと。ああ、それ俺だ。妖精ルフィがいねんかわいい。